feeling for my shoes. You know, Bible, babe, how them old walking blues. Walk out this morning, I'm feeling for my shoes. You know, Bible, babe, walking blues. Living this morning, I had to go run the blinds. I've been mistreated at the mine. This morning, I had to go run the blinds. Walking blues ain't bad. What's all feeling I most ever had? People tell me the world walking blues ain't bad. Well, it's worse of feeling, I most ever had. こんな感じで、要するに大阪の方のラジオ番組やってるので、毎週一曲人の曲をカバーするっていうので、何やろうかなと思ってる時に、で先ほど言ったようにこういうギターでハマって、今のウォーキングブルースっていうのはやっぱりそういうブルースの中では有名な曲で、見てたら YouTube なんかで見てたら、そのなんて言いますかね、エリック・クラプトンが MTV の、Unplugged というそういったショーの中でやったというのが非常に有名なやつで、それを見ながら、あ、こういう風にやるのかと、そんな感じでやった次第でありますけれども、やっぱりなんというか、一番有名な曲っていうのはブルースの中でもクロスロードっていうのがあってですね、こう十字路のところで自分の魂を売る売らないで、ブルースのそのフィーリングよと、それはあんまり僕もよく知らないんですけども、最初のうちそれをまずやろうと思ったんですけど、チューニングがどういう風になってるんだろうとか、そこら辺から、そうですね、今年の2月ぐらいからですかね、そんな風にはまりだして、ああこうなってんのか、ああな
ってんのかと、やっと分かった次第でありますけど、やってみたいと思います。クロスロードっていう曲です。弾いてたんですけども、だいたいなんか同じようなブルースになってしまうんで、なんか他のことはできねえかなって。ちょうどラジオの方がこうジングルって言いますか、ラジオの番組に裏でかかってる音楽っていうのはディレクターが欲しいと言ったので、おじゃあ作ってみようということで作った曲をやってみたいと思います。インストです。Thank you.
地味な雰囲気でいいですよね。ねえ、この感じが85年前です。これ1931年で、なんか聞いたらやっぱりフレットっていうかこの辺が割れて、それを修理してうんぬんとかいろんなバランスをとってとかあるらしいんですけども、本当にギターが80年以上持つとは知りませんでしたね。バイオリンっていうのはもう本当に400年500年持つっていうのは承知のごとくでしたけども、でいつもそれと引き換えっていうことで本当に言ってるんですけれども、マッキントッシュというコンピューター僕は好きで、 Windows はどうもなんか苦手なんですけども、一番最初にマッキントッシュプラスというのを1985年に買ったんですけども、あれからもう何台コンピューターを買ってんのかと、いまだにもうなんかすぐ新しいのが出てもうなんか遅いなというのはそんな感じありますよね。まあ日進月歩っていうか iPhone なんかも見ても、最初いくつぐらいから始まったんだ、3だ4だ5だ今6でしょ、 6S でまた今年の11月ぐらいに出るとか言ってますからね。まあしょうがないのかな。そうか考えるとこれ85年ですよ。まあ音はそんななりなりっていう感じじゃないですけども、なんかこう85歳の親父のなんかまだ生きてんぞみたいな、そういう感じもいいかなと思いました。今日はギターもやるんですが、ピアノもやろうと思ったらピアノはあそこでなんかキティがもう話さないわよって感じなのでやめて、全部ギターでやろうと、そんなことになりました。あいにくの雨、お忙しい中とはありがとうございます。あまりあの青森に来ないんですけれども、今回で何回目ぐらいですかね。少なくとも2回目です。はい、じゃあそんな感じでやっていきます。Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar, boa tá leve, mas tendo a vida leve, precisa que haja vento sem pala. Felicidade do povo lhe parece a grande ilusão do carnaval. A gente trava o ano inteiro por momento de sonho pra fazer a falta dia de rei ou de pila, tocha de neila. É tudo chacavana quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois eu levei um sila, recai como uma lágrima de amor. Minha felicidade está sonhando no
Pozdravljam da minja na mora Eko esta noite Passando, passando Em busca da madrugada Fala em baixo, por favor Pra que la cozinha Alegre como dia Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim そんな夏の雨という雰囲気の
でありましたけれども、最初がちょっとブルースっぽいドブロの方で始まってボサノバ系に行くと、そういうふうに考えると世界中にはいろんな音楽があるもんだなと思いますけれども、今年オリンピックでブラジルという国を身近に感じた人もいるかもしれませんけれども、本当にブラジルっていうのはそこ知らないくらいにすごい国で、あれだけ人種が集まって、それでいてみんなが基本的には仲がいいって、珍しい国だなと今まで7回行って思いましたけれども、これでなぜか暑くて、で仕事の合間にやっぱりテレビ見てオリンピックなんか見てたんですけども、自分の感想としてはボサノバが好きで、その雑誌だとかレコーディングなんかで7回も行ったということがあって、でそういうふうに見てみると、もうオリンピックも明日ぐらいで閉会式だっていう時にブラジルがやっぱり金を取った、そのネイマールが決めたっていうのはね、本当に良かったんじゃないかなと。要するに記憶に残るし、まだやっぱり歌がある国です。歌でなんかもう自分の気持ちが現れる、昭和30年代って日本ってそうだったような気がするんですね。みんな歌を口ずさんで、なんか唇に歌を、心に太陽みたいな、やっぱり希望があったという、そういった意味じゃ本当にサッカーで金メダル取って、これからやっぱりおし頑張ってブラジルも行こうと、そんな感じになったんではないかなと今回のオリンピックを見て思いましたけども、はい、その随分とブラジルの行く前にボサノバサンバとかで、そんな曲に憧れて、あるいは随分そういう音楽を聴いてインスパイアされて作った曲を次にやってみたいと思います。その頃一緒の事務所にいたユーミンが歌詞を書いてくれた日付変更線という曲です。置き手紙に気づいたら、君は多分ため息と数分だけ思い出をたぐり、あとは変わらず暮らしに戻る。僕は浅い眠りから窓の外へ目を移す。巻き忘れた腕時計外し、海を隔てた日付に合わせる。朝焼け海流、素直な貿易夫、僕を明日へと運ぶものは揃った。君の心を二度とは探さない。
と朝珊瑚礁、僕は昨日洗い流し羽ばたく、君の瞳を二度とは覗かない。ララ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 ラ。コーラスやりますか。こうやってボサノバも随分凝ってたんですけども、はい、もう一曲、これは自分が書いた曲ではないんですけども、メロディーは歌詞はつけましたという曲をやってみたいと思います。イタリア人が書いた曲です。瞳が交わり、二つの心が重なり、一つの火花散らした。あの夏、夜前の街を歩き、たどり着いた君の部屋で、僕は死ぬほど愛した。あれからもどのくらい全てを忘れさせても、連れ戻すこの香り。あの夏、口なしの花が咲く頃、園で二人、一つの イタリア語ではエスターテという曲でした。さて、
今回アルバム春にラジオの曲たち Night and Day というアルバムを出しました。全15曲、先ほどから言っているその大阪 FM 心というところでもう6年ぐらいやっているラジオ番組、その3年ぐらい前から一つのコーナーレディオソロイズムというのがありまして、毎週1曲みなみが気分で人の曲を歌うと、そういったコーナー、それがもう120、130、140、もう150に手が届くかというくらいに曲が増えてきたので、一つまとめておこうかこの辺でということで、去年の10月ぐらいレコーディング、もうサクサクサクと終わりましたですね。もう本当に40年以上やってんだから、もうあんま時間かけない、もうつまんない労力はつかないで、もうサクサクサクと。昔はね、20代の頃は徹夜してレコーディングしてればいいものができるんだという変な錯覚があってですね、今から思うとただの無駄場だらけです。本当に夜中起きて受験勉強、ああいうのはどうか、本当にもう時間効率的にサクサクサクとやるという、そんな感じでできました。はい、ピーナッツ、浅川真紀、川島英子、加山雄三さん、坂井正明さん、いろんな人の曲をカバーしております。ラジオの曲たちで、次にやる曲が多分一番最初に、あ、これ面白いなと思った、自分のそういう取っかかり、引っかかりではなかったかという曲です。で、そこからなんかいろんな昭和の昭和歌謡と、まあ、くくってしまいますか、その辺って結構やっぱりプロの作詞家作曲家、先ほど言ったやっぱり暗い時代だったけども右肩上がりで日本は高度成長に乗って何かいいことあるだろう、自分たちの生活ももっと潤いが出るだろうという、そういう漠然とした希望があったような、そこにやっぱり歌があるんですね。ピーナッツの曲です。あまり知られてないんですけども、この曲がなぜか子供の時ラジオでわあむちゃくちゃいい曲だなと思った曲です。やってみたいと思います。うなせらび東京サビで、あの一人でやってるので、あの皆さんの参加がないと何にも成り立たないようなところも非常に入るので、お酒だけ飲んでもらってもいいんですけども、それじゃあねちょっとなんというか、サビで、あのアフタービートで構いませんから、手拍子一つサビだけで結構ですから、あとずっとやるともうなんかうるさいなみたいな、そうそうそう、あのだん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 こうなんていうかね、あのまだら模様になってしまう、そこだけで参加していただけるので非常に嬉しい、よろしくお願いします。涙が滲む、うなせらび東京、いけない人じゃないのに、どうして別れたのかしら、うなせらび東京、旅です。あの人はもう私のことを忘れたかしら、とても寂しい、うちはいつでも後ろ姿の
幸せばかりうなせらり東京あうなせらり東京あはい、サビです。あの人はもう私のこと忘れたかしら。とても寂しい。はいつでも後ろ姿の幸せばかりうなせらり東京あうなせらり東京あ、はい、いい曲ですよね。宮川博さん作詞は岩谷時子さんですね、ええ、普通だと次の曲からピアノにちょこっと移ってやるんですけども、ギターでできるかにゃーという感じでやってみたいと思います。坂井正明さんの曲です。はい、なぜかちょっと縁があって坂井さん、あと釜谷さん、井上純さん、昔テレビでこうやって見てた人が、あ、どうもとかって言って、なんか若いな、この人たちもう70に手が届くのに、釜谷さんも70超えてんのに、うん、髪の毛は金髪だ、失礼、まあ、そんな感じですごいなと思います。やっぱり感性がいいっていうか、あのね、受け答えの中、ヒュッ、あ、そういうボール投げてくんだとか、そんなことも感じたりしますけれども、はい、やってみたいと思います。さらば恋人という曲です。多分坂井さんが一人になって、要するにスパイダーズを離れて活動し始めた最初のシングルではなかったかと思います。テーブルの上に置いたよ。あなたが眠る顔見て黙って外へ飛び出した。いつも幸せすぎたのに気づかない二人だった。冷たい風に吹かれて夜明けの街を一人行く。悪いのは僕の方さ、君じゃない。揺れてる汽車の窓から小さく家が見えた時、思わず胸に叫んだ。必ず帰ってくるよと。いつも幸せすぎたのに気づかない二人だった。
里へ帰る地図は涙の海へ捨てていく。悪いのは僕の方さ、君じゃない。気づかない二人だった。ふるさとへ帰る地図は涙の海へ捨てていく。悪いのは僕の方さ、君じゃない。ですので、もう一曲やってちょいとお休みしたいと思います。皆さんもあのお手洗い行きたかったり、ちょっとタバコ吸いたいぜっていう親父も、いやいやギャルも、うわー昔の言葉がいるかと思うので、一曲やってちょいと休みにしたいと思います。昔々の曲です。はい、最近の曲やると、なんか最近の曲はいいから昔の曲やってとよく言われる。なんか違うな。雨が降っているからか。でも雨って私実は結構好きなんですよ。晴れてるとなんとなくこう、うずうずウキウキしちゃって、あ、テニスでも行こうか、ゴルフでも行こうかとかって、海でも入っちゃおうかって感じになるんですけども、雨降ってると、あ、曲でも書こうかなって、そんな感じにもなります。ですのでちょっと雨っぽい曲もやってみます。ステラ、映画が跳ねたなら、お前の家まで車で送るよ。ステラ、星影の瞳、俺を虜にして離さないのさ。人が言うほどには遊んではいないさ。今はお前一人が俺のすべてさ。ステラ、横殴りの雨、ワイパーの向こうで街も滲むよ。
人が言うほどには来るでもないさ。お前に冷たくされ胸が痛くなる。捨てよは最後のお願いだ。キスし終わるまでは目を閉じててくれ。よろしくお願いします。離れても愛してる遠く平行線描いていても君のこと忘れない。こんな青空の日には遠い日の若さがゆらゆら
口笛を吹きながら散歩でもしよう。ちょっとテンポアップした曲もやってみたいと思います。また手拍子よろしくです。ワン、アン、ワン、ツー、スリー、フォから、どうか返事をしておくれ。銀の星くず瞬く夜空へ、これから君を更に行く。僕はたとえば流れ星、君は優しいお月様。青いセーファー突き抜け、カシオペア座まで出かけよう。誰も僕らに手は出せない、月に吠える犬よ。ババババ君と僕は翼広げて星空へ。ボロボロパパ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 パみんなが踊り出したくなるような曲でも書いてみようか。誰も僕らに手は出せない、月に吠える犬よ。バババババ君と僕は翼広げて星空へ。という曲です。これ書いたのが多分27ぐらいの時だよ。文政5年ぐらいのその時だったかな。いやいやいや、本当にね、随分前のことです。でも書いた時の雰囲気っていうのはなぜか覚えてるって本当不思議だよね。ああ、だってあの時が
雪降ってたりとか、あの時はあそこで書いたんだとかって、ええ、面白いもんです。昨日はね、そういえば瓜野雅作詞家の作詞家生活35周年ということで、中野サンプラザで僕もなぜか招かれて歌ったんですけどもね、何のシングルも切ってないのに、なんかありがてうっていう感じでしたけども、シャネルズの恵みとかね、あの荻野目洋子ちゃんのあの六本木尋常とか、億千万エキゾチックジャパンとかってみんなで歌うんだけど、これ誰歌ってんだなんて、それぐらい知らないなんかあれだったんですけれどもね、彼はあの東急エージェンシーというそういうアドバタイジングのコピーライターをやってて、それでシャネズと会って作詞の方にもという、だからちょっと普通の作詞家の人とは違って、こう視点視線が面白いですね。昨日のタイトルが天国からの野蛮だったかな、なかなかいいネーミングをつけるなぁなんて思いましたけども、やっぱり言葉のインパクトとか破裂した意味の感じとかっていうのは、こうやっぱり肌で知ってる人なんでしょうね。面白かったですけどもね、楽屋がなぜかクワマンとそのリーダーと呼ばれるあのマーチンは違うところに、隣が浜崎隆フライングキッズ知ってます？彼とは なかなかビクターの頃からなぜか知ってていいやつでね。クワマンも昨日なんかトランペットのミュートつけてパラパラパラポピ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 ピピとかなんかスケールやったよ。結構うまいなこいつ。一応社交辞令で今度何かあったら手伝ってって言ったら、なんかあマジになっちゃったみたいな、あいやマネージャーの方に直接あの連絡くださいいつでもどこでもみたいな、あマジになっちゃったいやでも本当にうまいなという感じで、僕なんかは要するに同じエリアなんですよ、東京の下町っ子っていうかね、あのそっちのあのマーチン、マーチンって彼は名前なんつうんだよく知んないけども、ですね、シャネルズラッツ&スターとかって言われてましたけどもね。で彼も突っ張り で彼リーダー名前なんつうの、鈴木雅弘、鈴木雅弘、正幸しっけ本当芸能界何にも知らないでもね、あの彼も突っ張り私も突っ張った時代があるんですよ。でよく会うんだそういう時に。でその今じゃあの禁句になっている田代なんとかっていう彼だけがウィスとか言って挨拶しに来てくれてですね、ウィウィとか言って、そんなこともありつつ、でもあのその鈴木なんとかってチンみたいなところが不思議なもんで、やっぱりその年を食うっていうことと、それから同じエリアっていうこともあるし、去年の松本隆のそのあれは45周年だったのかな、その時にねやっぱりいろんな稲垣潤一だとかいろんな人が出たんだけど、どうとか言ってそういうふうに仲良くなるもんだね。したら昨日もあのなんかちょっと本なんか読んでたらトン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 とか言いながら来てくれて、いやいやいや今日はねどの子なんて、やっと私もそういった世間のあの仲間入りができるような性格になりました。はい、ですね。じゃあまた昔の曲をやってみたいと思いますが、やっぱりその昨日も話してたのはだんだんとこうアーカイブっていうか同窓会的なことが多くなりましたね。
時代なんでしょうというふうな感じもあるし、みんな死んじゃうんだよあれっていう間にね、あああいつもこいつもっていうね、本当に、ね、いくら面白いこと、いくら楽しいこと、いろんなことを継続してやってきても、やっぱりこれに勝った人はね、人類史上誰もいないんですよ。ヨーダでさえ死んじゃうんですよ。不思議なもんですけどもね。じゃあメメントモリかっていうこともあります。多分そうだと思いますけども、やってみたいと思います。話が長いといつもラジオでも、じゃあこの辺でまた曲に行きましょうというふうな感じで、に逃げてるわけじゃないんだけども、やっぱりこう言いたいことがあるんだね。あ、こっちで流れるのかな。この間ね、あの LF って東京では言うんだけど、日本放送、あれは AM です。うん、今度28日の日曜だったかな、明日明後日夜の11時半から12時半まで、その FM ラジオ6年間大阪でやってるって言ったでしょ。自分はね、選曲一切口出さないってことにしたんですよ。それまで全部選曲が命っていうことで、選曲家ともああでもないこうでもないってやってたんですけども、これは何も言わずに彼らに全部任せて、で自分はしゃべくりの方だけはいはいって言って、たまにこの曲もいいよねぐらいにしそうな、いいのかな。でも今度のその明後日は自分の選曲で1時間夏の終わりに聴く音楽というタイトルで、子供の頃から好きだった曲、最近の曲なんかも集めてやっております。もしよかったらということでした。歯磨き中も気をじれて転がってる、うらぶれた鏡も歪んでいる、くわえたまごでひげを剃り始める、昨日の女、香りかすめる、ポストにはダイレクトメールだけ投げ込まれてる、いいぞこの時スウェット匂いにむせて頭が揺れる、遊び慣れてる女の言い草は寂しい人なの、笑わせるんだよ、釣り上げた途端
色あせた魚、色あせた魚、色あせた魚。綺麗だよその水着、濡れると色が変わるね。トカゲ色みたい光を弾いて、綺麗だね君の体も黄昏に染まってる。ただ見とれてるよ、しばらく息を止めて泳いでる君、幻のよう。プールは小さな宇宙、熱い視線に気づいたのか。君はピッチを上げる、私なら誰のものにもなりませんからねと、ただ一言だけすげなく釘を刺したね。泳いでる君、幻のよう。プールは青いスクリーン、熱い視線に気づいたのか。不意に大きくた、ここへ来て濡れた体をタオルで包みなよ。その弾む肌をすぐにも抱き上げたい。泳いでる君、幻のよう。プールは青いスクリーン、熱い視線に気づいたのか。不意に大きくた、泳いでる君、幻のよう。プールは小さな宇宙、熱い視線に気づいたのか。君はピッチを上げる、ここはあったかいです。常夏です。
あの暖かいとナイロン弦はすぐ反応しちゃうんですね。まあでもなんかね、さすが北国だなと思いましたけど、もうさっき見たら20度とか21度恵まれてますね、あなた方は本当に。東京は今寝苦しいの極致ですよ。なんで汗かいてこうやって起きるんだろうっていつも朝思いますけどもね。それで本当にしょうがないので、もう少し涼しい部屋を求めてまたそこで仮眠をするという、それを思えば例えば違うけど一年中軽井沢みたいな、あ、例え違いましたね一年中アラスカって言おうとしたんだけどそれも違うかなと。いや、マンズマンズいいからさ、青森はい。いや本当にね、あれはそうなんですかってもうさっき言おうとしたんですけど、そのどういうふうに説明したらいいんだろうな。リンゴ作りの人で本を書いて歯が抜けてる人、あの人青森の人でしたっけ。あの本読んで感動したんですよ。 NHK でふっと見て、へーと思って、本読んでこの人根性入ってるなっていうか、で娘もなんか、いやここで諦めないでっていうね、そういうことをで、キャバレーのそういった仕事もやりつつ歯が抜けていき、でもう月夜の晩にロープ持ってもうこの人おさらばしよう、でもういい枝ぶりないかって探している時にふっと、やっぱりそういうのってあるんだね。ふっと振り返ってみたら、あ、土だと気づくんだよね。土を改良すればいいんだ。それがすごいですよね。そこから一気に、要するにもう一番なんていうか手間暇かかって農薬だらけのリンゴを全部土を改良して改良して、もうわあ一回食べてみたいなと思うんですけどもね、はい。やっぱ夏は北国の頃になりたいです。本当にあのこの寝苦しい、今日あの出てくる時東京なんか朝からドカピーですよ。まさか30度あったんじゃないかってくらいでしたけどもね。そんな北国も憧れつつこの曲をやってみたいと思います。北の通りでそばかすの少女を見かけたなら声をかけてくれ、君が寒さに一枚霧の肩掛け差し出すだろう。石のような心を温め女さ、泣かしたことが昔あるんだ、風も叫ぶ
めたよ、ひどいやつだと。石のような心も温めちまう女さん。今でも髪は長いだろうか。君も友達なら確かめてくれ。君も友達なら確かめてくれ。バンバンディリン、スティンバンディリン。しげるちゃんも頑張ってる。しげるちゃんはでもなんかほんと性格いいよなと思います。人にあげた曲やります。こんな夜中に電話してごめんなさい。ただなんと声が聞きたくて、仕事のお邪魔になると思ったけど、やっぱり私かけてしまった。冷たい雨が降る。私雨は嫌い。一人でいるのがとてもいたたまれなくなるから。少しお酒を飲んでみたの。気持ちが落ち着くように、今日は何か変わったことがあったかしら。私は相変わらずだったわ。外は冷たい雨が降る。私雨は嫌い。一人でいるのがとてもいたたまれなくなるから。言いたくて言えない言葉ひとつ、愛してるとここまで
冷えてきたから青いセーターでもかけてくるわ。そのまま切らずにいてね、お願い。今夜はずっと話していたいから、外は冷たい雨が降る、私雨は嫌い、一人でいるのがとてもいたたまれなくなるから。ブンブンボンスティーブ、ミッドナイトラブコールという昔々の曲だったぜ。ピアノはないからさ、と言ってもピアノ大して上手くないんだよ、ま、はい、はい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 忘れそうな思い出をそっと抱いている夜、忘れてしまえばWhy not?
を開けたら今以上それ以上愛されるのにあなたはただ恥じらうより手立てがなくてあの季節に燃えそうなワインレッドの心をまだ持て余しているのさこの夜も今以上それ以上愛されるまであなたはその透き通った瞳の中にあの消えそうに燃えそうなワインレッドの心を映し出してみせてよ揺れながら心というのもやったぜオールギター弾き語りだよブイ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 ありがとうブイブイ次の曲で最後だこんな曲もあったぜということなんだけどやっぱ昭和の曲っていろんなのがあったんだけどあえて何も言わずに No, 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 no
の雲をやめよう。離れたくない二人の午後はブラックコーヒー飲みながら街のテラスでお話ししましょう。いつか君が見たいと言った遠い北国の泉に悲しい姿スワンの涙という曲でした。はい。出たり入ったりっていうのを面倒くさいのでこのまま続けましょうね。で、このまま続けて終わりましょう。もう立ったり座ったりっていうのも面倒くさいのでこのまんまです。
たを抱きしめてくれ。理由なんかないさ、お前が欲しい、お前が欲しい、おお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 おこれ好きだ。はい、ヒット曲は2曲しかないので次の曲で終わりです。暗幕の了解です。テンポちょっと今日はゆっくりやろうかな。ドツ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 、海へ朦朧としてゆく生かした娘は誰、ジャマイカあたりのステップで目で追う男たちよ、無視して腰をひねり、ブロンズ色の花光受けたまめく昼下がりのざわめく浜辺、おお朝の渦巻き込む潮風、胸元の汗きらり、手にやり場にも困る、口説き落としたいのに好きもないね、君はスリング夜風が甘い窓辺、人並み分けてふらり持たれて酔いさまし、しどけないポーズ、誰も涙視線浴びせる、悩ましいさりげなくすり足で君の隣へ進み、名前を聞き出しても気を持たせてウィーク、内緒で遠いウィーク、今日はありがとうございます。メンバー紹介をしましょう。ドラムス峰利俊明、ギター
南信介、ピアノ南春夫、そして私南南房でお送りしました。ありがとうございます。だけでよかったみたいな感じもしたかな。温かい拍手並びに、温かい間、ありがとうございました。またどっかでお会いしましょう。